55X 一ーセルボックスセルレグザとは、セルブロードバンドエンジンを搭載した初めての液晶テレビである。東芝が発売しているレグザシリーズの一つ。東芝が製造し、プレイステーション3などに使われている高性能 CPU、セルブロードバンドエンジンを同社のレグザに搭載し、高度な超解像処理などを行う構想は2008年頃から公表されていた。 初のセル搭載レグザとなる 55V 型の 55X1 が2009年10月に発表され、同年12月10日に発売、実売価格100万円の超高額モデルであった。従来機種に比べ大幅に強化した、超解像度、LED バックライトの512分割エリア制御、地デジチューナー11機、BS110 度 CS デジタルチューナー3機、3TB、 HDD での録画機能などに、セルの処理能力を活用している。搭載しているセルは、PC 用マイクロプロセッサの10倍の処理速度と、同社の製造する TEB の演算能力の143倍を、誇る。14のチューナーと 3TB の HDD を備えて、おり、地上デジタル放送を自動的に8チャンネル録が可能。メガ LED を搭載し、W スキャン倍速や w 録が、 フル HD、そして上記の HDD 以外にも USB 接続の HDD を増設して録画できる。もちろん、おまかせドンピシャダカ画質も搭載している。ウェブブラウザとしてオペラを搭載しており、インターネットに接続した状態であれば、ブラウジングも可能となっている。このオペラも超解像処理に対応しており、YouTube などの動画サイトを表示した際に効果を発揮する。 また、モニター部とセルボックスと呼ばれるチューナー部が分離されたセパレートタイプとなっており、リモコンも全方位送信ができる電波方式を採用している。2010年秋冬モデルである 55X にセルレグザスリム G2 シリーズでは 3D 映像に対応。セルが持つ高い演算能力を活かし、3D 超解像技術やバックライトコントロールシステム、 おまかせドンピシャ高画質 3D 等を組み合わせたセルレグザ 3D 高画質化システムを備えている。なお本シリーズの2010年秋冬モデルは東芝製の水置き型デジタル TV で初めて地上アナログチューナーを廃止しデジタル三波チューナーのみの搭載となっている。2010年1月に放送された NHK スペシャルメイドインジャパンの命運にて日本メーカーの取り組みとして 製品 55X1 の開発現場の様子が放送された。おまかせドンピシャダカ画質3を搭載。映像エンジンにセルレグザエンジン、超解像技術にセルレグザ 3D 超解像技術を採用。おまかせドンピシャダカ画質 3D も搭載する。X2 シリーズ G2 シリーズとも専用グラス、レグザ 3D グラス1個が同梱される。ありがとうございます。